イケンです。はい、ということで今日はですね、セクシーゾーンのメンバーのマリウス陽さんが活動休止するというニュースがつい先ほどですね入ってきたので、これについてやっていこうかなというふうに思います。で、セクシーゾーンといえばですね、同じくメンバーの松島聡さんが、つい先日ですね、しばらく活動休止してたところを復帰して、やっとこう5人で活動できるよねということで、ファンなんか非常にね喜んでいたところなんですけれども、そこへ来て今度は入れ替わるような形でマリウスさんが活動休止ということで、かなりこのファンの間でも動揺が広がっているんですけれども、一体何が起きたのという話をちょっとやっていきたいなというふうに思います。で、マリウスさんはですね、実はこのアイドルとかジャニーズとしての活動以外にも、フェミニズムとか、あとは多文化、共生、マルチカルチャーな問題とかに非常にこう関心がある、まさにね、このチャンネルでも最近こう取り上げているような問題にも非常に関心があるということで、実はファンの人以外からもこう広く注目を集めていた、そんな存在だったので、一体こうマリウスさんがどんな発言をしているのか、どんな考え方なのかみたいなところも合わせてちょっとご紹介できたらなというふうに思います。はい、ということで、まず、マリウスさんどんな人なのというところなんですけれども、こちらある通りですね、セクシーゾーンの、ジャニーズのアイドルグループセクシーゾーンのメンバーということで、実は上智大学生、上智の学生でもあるんですね。で、セクシーゾーンって菊池風磨さんが慶応ですし、それから中島健人さんが明治学院なんですけれども、結構大学に通ってる人も多いということで、ジャニーズなんかも結構今最近は大学に通ってる人多いので、そんなところ注目を集めたりしてるんですけれども、そのマリウスさんなんかも上智に通ってるというところで、11歳史上最年少でのデビューということで、マリウスさんもともとドイツ出身なんですけれども、ドイツから日本に帰ってきて、もうすぐにですね、芸能活動のために帰ってきてすぐにデビューをしてということで、もう異例のですね、事務所入ってからも本当にすぐ、まだ右も左もわからない時期にデビューをして、もう9年ぐらいですね、2011年のデビューなので、9年ぐらい活動して、もうすぐ10周年ということで話題にもなっていたんですけれども、そんなこう長い実はキャリアも持っている人になります。で、特にですね、先ほど言ったようにフェミニズムに関しての発言なんかでも注目されていて、ジャニーズのアイドルが政治もそうですし、その社会問題もそうですけれども、そういった問題にこう発言をするって結構珍しい。逆に言うと、その発言をするとやっぱり叩かれやすいような問題でもあったりする。特にフェミニズムなんかは非常に批判も浴びたりするようなこともあるので、なかなかこう発言する人が少ない領域なんですけれども、そこにですね、ジャニーズでかつアイドルでありながら発言をするという、いわゆる既存のアイドル像みたいなものを壊して言ってるというような、そんな非常にこう、稀有な存在。じゃあなんで今回そのマリウスさんが活動休止になってしまうのかというところなんですけれども、まず現時点ではですね、報道として出ているのが、処方薬を過剰に服用してしまったということで体調を崩して緊急搬送されてしまったということで、現時点でここだけしか分かってないわけですね。何の病気なのかとか、どんな処方薬なのか、こういうところは明らかになっていないので、これ以上はですね、その憶測になってしまうので、もうまずはそのマリウスさんが回復してですね、また元気に活動してくれる、それ時間かかったとしても、ファンとしては待ってるというところが一つ大事なのかなというところは思います。でですね、お母さん、マリウスさんのお母さんが実は宝塚の、人だったんですけれども、一応有名な、ちょっとこうファンの間でも特にね有名な方なんですけれども、そのブログにですね、現在も削除されてしまったんですけど、その中でですね、いつか、バーンアウトしてしまうんじゃないかということで心配していたというふうなコメントを書いていると。で、現在このブログ削除されているので見ることはできないんですけど、ファンの方がですね、このブログに気づいた時から、あれ何があったんだろうと、結構話題になってたんですよね。なんですけど、今回その今日の報道が、先ほどの報道があったということで、やっぱり体調悪かったんだということで、このブログについても再びこう注目を集めている、そんな感じになってます。で、先ほど言ったようにマリウスさんって上智大学でもありますし、大学生でもありますし、試験とかね、その今オンラインだと思うんですけれども、非常に忙しい日々を送ってる中でトップアイドルとしても活動していて、で5人久しぶりに揃ったということで、ますますねこう精力的に活動していこうという中だったんですけれども、実はスタンフォード大学、アメリカの西海岸にある、大学、非常に今は有名な大学ですけれども、ここのオンライン授業も夜に受けていたと。時差があるのでリアルタイムで受ける場合は当然夜になってしまうということで、もうまさにこう朝昼は
アイドルと大学生として活動して、で夜も今度は大学生の別の大学で学ぶという、もうかなりのこれ多忙スケジュールだということが想像できるので、まあ、こういった中でですね、疲労なのか、あるいは、まあ、精神的にとか身体的に、まあ、ちょっと疲れが溜まってしまったんじゃないかなということが言われたりしてるんですけれども、いずれにしても、まあ、こういうことがあって今回活動休止になっているというところになります。で先日ですね、実はこのセクシーゾーンのメンバーに密着をしたドキュメンタリー、その5人で再び復活するっていうところのまさにその瞬間を描いたドキュメンタリーが放送されたんですけれども、まあ、その中でですね、ずっと活動休止していた松島さんに対してこうメンバーがコメントをするというシーンがあったんですけど、その中でですね、結構みんな口を揃えてこう戻ってきてほしいとは言えないと、その彼自身の、体調とか、それからその、まあ、負担になってしまうわけにはいかないから、こう彼が元気だったらそれでいいんだということをみんな言ってたんですね。その表現は違うんですけど、かなりみんなこう似たようなことを言っていて、でそれはもうこう多分グループの共通見解で、そのもちろんアイドルグループとしてはこう5人で活動することが望ましいですし、まあ、特に今ねジャニーズのグループってどんどん人が抜けたりしているので、早く5人で活動したいと、俺たちの完全な姿を見せたいっていう気持ちも多分個々にはあったはずなんでしょうけど、でもそれは決して言ってはいけない、なぜなら松島さんが負担に感じるから。だから仕事とかそのアイドルグループとしてのあり方じゃなくて、彼が元気だったらそれでいいんだみたいなことを言ってたのが、僕はこれ個人的に実はそれを見て印象的だったんですよね。でそれを見た時に、あ、なんかすごい皆さんこう賢い方だなっていうところを思ったんですけれども、でその配慮とかその優しさとか、それから、まあ体調が悪いとかメンタルの問題、今若い人の間ですごくこれはね問題になってますけど、そういうことに対しての理解っていうのもこう個々にみんな深いいうところを思った時に、あ、やっぱりこれは従来のそのアイドルとはちょっと違うような形で、もちろんねその中島健人さんとか、まあ、よくねケンティとか言われてこうアイドルっぽい言動で話題になったりするんですけど、でもそのこう裏というか基礎にはその単純にこう薄っぺらいという言い方をしたら良くないかもしれないですけど、そのアイドル像みたいなものじゃなく、この深くいろんな問題に関心があって、で仕事としてパフォーマンスとしてしっかりアイドルとしてこうありたいっていうのを持ってる人たちなんだなっていうところを、まあ、個人的に思ったんですね。でその中でも特にやっぱりそのマリウスさんに関してはこの若い人たちの間でも特にこうフェミニズム関心高まる中で、彼自身も自らそれを発信しているというところすごい面白いなっていうふうに、まあ、見ていたんですね。で例えばその女子力っていう言葉に、悩まされてますっていうファンの人がいたら、いや別にそういうのは気にしなくていいし、自分らしくあることが一番なんだよということをメッセージで届けたりとか、そのフェミニズムだけじゃなくて、環境問題とか社会問題とか、特にそのマルチカルチャーな人なので、そういった問題についても関心持ってますということを言ったりとか。で、特にこう話題になったのが、受ける家父長制みたいな、家父長制とかマジ受けるわ、ちょっとまあ揶揄するようなね、こう T シャツにそういう文字が書いてあるものを着ていてですね、あ、マリウスさんってそういうものに関心あるんだっていうことで、こうファン以外からも結構雑誌なんかでも取り上げられたりとかして、まあ、連載を持ってるみたいな、そんなこう非常に、視野が広い人だというところでも、まあ、知られていたと。で彼自身としても芸能人として社会にいい影響を与えたいと、まあ、こういう立場だからこそ与えたい。でそのインタビューの中で、あなたはすごいいろんなものに関心持ってますねって言われても、いやみんな持ってるんだと思うんだけど、僕はこういう立場で発信できるから、まあ、言う責任があるというか、言っていきたいんだみたいなことを言ってて、そういったところも非常に素晴らしい方だなっていうふうに、まあ、思っていたと。まあ、ここから先は憶測にはなるんですけれども、そのぐらい、こう、いろんな問題を考えられて、その感受性も豊かで、で、ポジティブなメッセージを出して、よりこう、努力しなくちゃいけないっていうふうに思うぐらい、まあ、責任感強くて、真面目な人だからこそ、まあ、今回ちょっとバーンアウトという言葉をお母さんが使ってましたけど、まあ、そういう状態になっちゃったんじゃないかなというところなんかも思ったりしました。はい。ということでですね、まあ、今回、その松島さんの活動休止から、今度は、ま、マリウスさんが、休むということで、まあ、ファンにとってはちょっとね、悲しい時間、寂しい時間が過ごしてしまうかもしれないんですけれども、でもまずはこのマリウスさんがしっかり休んでですね、そのファンの方、メンバーが言ってたように、もちろん戻ってきてほしい気持ちはあるけれども、でも
彼が元気だったらそれでいいというところがすごく大事なんじゃないかなというところも思ったりするので、そんな感じで見守っていくのがいいんじゃないかなと思ってます。はい、ということで、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。面白かった、参考になっている方はチャンネル登録、それから高評価もよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。